おはようございます。今日は美ヶ原登っていこうと思うんですけれども、すごいのよ景色が。うわー、最高の景色待ってるんですね。今のうちに高評価いただけると大変ありがたいです。それではどうぞ。北アルプス、ここが山本小屋ですね。トイレがね、中100円ですね。で、ここは駐車場。いや、いっぱい止まってるね、結構。ここに来るときに、ね、178号線かな。ヴィーナスラインとかはもう全部通行止めになってるんで、そこしか来れないはずですね。よし、天気は良好、最高かな。よし、行きますか。美ヶ原高原。多分動画の撮りだけが少ないので、まずは牛伏山に登ってみようかなと思ってますね。で、わかんないけど、道がわかんないけど、踏み跡がここにあるんでね、まずは高いところに登ってみますか。いやー、寒いですね。牛伏山ってここなんだ。ちょっと歩いたところに高いところがあるはずなんで、そこを行ってみますか。どっちだ？多分こっちだと思う。あそこかな。よいしょ。足元はチェーンアイゼンですけど、歩きやすいですね。ああ、見えるね。どこだ、ここが山本小屋かな。塔はどこだ、わかんないね。これがね、大賀塔かな。ホテルがあるんですよね。ここに、これ富士山かな。よし、もう標識がある。多分ここが一番高く見えるんだけど。寒いな。あとでもう一枚着ようかな。はい、山本小屋の駐車場まで戻ってきましたね。送迎のバスも来てますね。よし、上下1枚ずつ追加しましたね。おかげでだいぶあったかい。道はね、もうチェーンアイゼンでも全然歩けるぐらい、まあ車も通れる道ですね。こっからスノーシューを履いてる人は上から歩いてもいいかもしれませんね。さっきチェーンアイゼンで歩いたらクレストしてて、ちょっと歩きにくかったですね。で、だいぶ日も昇ってきて、それもあってあったかくなってきたのかな。木についてる霧氷はね、溶けてきてるみたいですね。よし、一応スノーシューも持ってきてるんですけど、まあここ下から行きますか。なんだ、ここに山本小屋って書いてあるな。さっきのとこは山本小屋だと思ったんだけど、こっちね、
よし、これ登ってっか。こっからスノーシューが役に立つところに行くのかな。多分こっちだと思うんですよね。わあ、スノーシューせっかく持ってきてるんで、後で遊んでみようかな。結構歩かれてるんで、新しい新雪がないとスノーシューはなくても全然いけますね。着いたね。意外とちっちゃいかな。美しの塔。よいしょ。ああ、到着ですね。ならないな、結構難しい。よいしょ、よいしょ。あ、暑い、暑い。来すぎた、来すぎた。ちょっと一枚脱いでこっちの方面に進んでいきますか。行きますか。よし、もう工程の大部分来てしまったんですよね。ちょっと動画の撮れ高が少ないかもしれないですね。急に牛伏山にいた頃にはね、結構風があったんだけど、今ほとんど風が吹いてないんで、ちょっと着込んでしまうと暑いですね。よし、とりあえずあそこの分岐まで行きますか。ここが塩くれ場っていう場所みたいですね。はあ、すごいね。で、ここをこのまままっすぐ行っても行けるんですけど、ちょっと遠回りしてここアルプス展望コースだったかな、そっちの方にちょっとね遠回りして行ってみますか。ちょっと歩きにくくなるかな。スノーシューがあってもいいかもしれませんね。分岐だ、茶臼山 2.3 キロ、これかな。広小場 1.7。 広小場って下ったところのはずだな。広小場じゃないのよ。道はね、結構なんか重機が通った跡があって歩きやすかったですね。で、こっち、あ、なんか看板みたいなのがありますね。
今ここですね、ヒーローコバがこっちだからこっちだ、アルプス展望コース。あー、ここにあるのが分岐かな。大型 2.2km とか、あ、結構歩かれててスノーシューも必要ない感じですね。大賀島のホテルが見えてきましたね。はあ、すごい展望。このね、奥が八ヶ岳で、ここら辺が南アルプス、中央アルプスで、北アルプスですね。大型までまだちょっとだけ距離がありますね。見えてきた大型 1.2キロ、結構あるね。エボシイはこれより先危険か。危険なんだ。はあ、スノーシューの人も結構歩いてますね。この辺スノーシューいらないんですけどね。よし、どこだ、危険箇所は。ああ、確かにトラバース道があって、危険かもしれないですね。よし、気をつけていきましょう。この辺がエボシ岩らしいんだけど見当たんないね。なんかすぐそこに道が通ってるんで、スノーシューがあればショートカットできそうですね。あとはエボシ岩近辺危険箇所は特に見当たらないかな。ここのトラバースが、まあ、危険っちゃ危険かな。なんかほとんどアイゼンも効かないような、今は気温が上がってちょっと緩んでるんで、まあ、危険はないですけど、まあ落ちても死にはしないかな。よし、もうすぐ大型島ですね。
大賀島のホテルがすぐそこに見えてるんだけどな。道ないのかな。道は相変わらず細い。そして気温が上がってきて緩んできてるんで歩きにくいですね。あとやっぱりスノーシューはこの道は狭いんで向いてないですね。あ、なんか標識みたいなのがあるね。あそこで右に行けるのかな。十字路になっているのかな。自然、少年自然の家。なんか一人降りていきましたね。こっちにも登山口があるんだ。で、こっちが大賀花。で、こっちが大賀島ですね。あ、結構な急坂。結構な急坂。でも200メートルだから。やってみますか。着きましたね。ここがホテルかな。潮切れは 1.8 キロ、さっきの分岐ですね。で、大賀花 0.9 キロメートル。あ、今ここですね。ここから歩いてきて、ここでここまで行きますか。あ、おー、だいぶ雲が出てきた。ポンポン。大賀島美しヶ原頂上。よし、こっちの方ちょっと休めるところがあったはず。立派なホテル。ああ、ここまで車で送ってもらえるみたいですね。おお、バス来た。ああ、立派。わあ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 。こうだ、こっちからこう行って、さっきの分岐ですね。ちょっと休みますか。お腹減った。よし、行きますか。だいぶ雲が多くなったけど、それでも景色は最高ですね。よし、こっちだ。歩きやすい。途中まではシャドウ歩きで、途中からもずっと歩きやすい道でしたね。
こっちの鉄塔の方にも行けるんだね。でこっちだ、ちょっと細くなったけどまだまだ歩きやすい道。はあ、大ヶ原 0.2km、 すぐそこですね。来ましたね。うわーすごいな、大ヶ原2008メートル。どれだどれだ、あれか。お疲れ様でした。お、富士山も見える、はあ、最後までご視聴ありがとうございました。これからもこういう動画どんどん出していきますんで、今のうちにチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画で。美しいね。